まあなんか今月のドリームトミカはさ、なんか通常トミカの色を変えたり、ボンネットを黒く塗ったりするだけのものがちょっと700円っていうのは、まあちょっとなんかぼったくりな気がして買わなかったですね、やっぱり。まああれが300円だったら、いやー買わないかな。でも300円でも買わないし、なんかすでに86とかスープラとか持ってるし、なんか。ちょっと色を変えただけでちょっと700円もするとか、ボンネット塗っただけで700円もするとか、ちょっとなんか、まあぼったくりな気がするんですよね、なんか。まあ、いかにも悪徳商法だなと思って買わなかったですね、僕は。